これは教練員からもらった優秀学者賞で、こっちはスメール謎解き協会からもらった生涯功績賞、そしてこっちが遺跡仕掛けシンポジウムの。どうじゃ、わしに弟子入りしたくなったか。こほん、ちなみに先輩であるこのわしはシロン派の学者じゃ。わしを探すならクシャレワー学院じゃなくハルバタット学院に来てくれ。場所を間違えるでないぞ。100年経とうが、教練員の馬鹿げたルールは少しも変わっておらん。あ、なんじゃと。年だから耳が遠いのじゃ。まずは先輩と呼んでみ。学術研究は時流に乗るものではない。故に注目されていようがいまいが関係ないのじゃ。子供じゃあるまいし、雨が降ったくらいでワクワクするわけないじゃろ。あ、なんじゃ。年寄りだって雷は怖いんじゃぞ。なんと美しい。心が奪われるの。あ、くしうん、風邪をひきそうじゃ。気持ちよいな。やはり風通しの良いところは最高じゃ。回り回ってまたここに戻ったか。若者よ、朝には元気を出してシャキッとすべきじゃ。もう一度挨拶せい。腹が減った。グランドバザールで何か食べぬか。わしに好き嫌いはあまりない。斬新すぎる料理でさえなければ問題ないぞ。驚くことはない。いつの時代も学者は徹夜で研究に取り組むものじゃ。夜は静かに考え事ができる貴重な時間なんじゃよ。この古文を読んでおったら頭がぼーっとして目がクラクラしてきた。今日はこれくらいにしとくかの。はいよ、寝るんじゃぞ。わしも寝るからな。おやすみ。何を知りたい？台座装置のバリエーション、それとも元素石碑の基礎設計についてか。おむ、待て。さっき質問した時、先輩って呼ぶのを忘れておらんかったか。わしの生徒たちには古文研究を心の底から好きであってほしい。もしそういった子に出会えなかったら、生徒を一人も持たずにこの一生を終えてもよい。え、なんじゃ。新入生に雑用をさせた件？放課後に先輩の手助けをするのはごく当たり前のことじゃろ。誰しもみんな同じような経験をしてきたはずじゃ。真面目な話じゃが、わしの生徒にならぬか。お前の状況に合った課題を用意して、他の誰よりも懇切丁寧に教えてやろう。現代における仕掛けの謎解きを重点的に、追加で関連する文献解読も伝授してやる。これら知識は今後の冒険に大いに役立つものじゃぞ。この経験者たるわしを信じられぬとは言わんよな。この100年の間、繰り返し謎を解いてきたわしはいつの間にか感覚が無になっておった。そう、時間の流れさえも感じられなくなるくらいにな。じゃが今は違う。謎を解くとき、もうわしは一人で戸惑うことなどない。お前と一緒に碑文を書き写したり、文字を解読したり、仕掛けを解いたり、研究の一分一秒をゆっくりと味わえるようになるかもしれぬからじゃ。わしの学術的な能力？ふん、過去の栄光を語らずとも、それについては神でさえ認めたことじゃ。なぜ生徒が集まらないかというと、それはわしの問題ではなく学科の問題でもない。おそらくきっかけがないからじゃろう。わしが神の目を授かったのだって、あるきっかけがあったからじゃ。クシャレワー学院は、
これから先において唯一仕掛けを研究する能力を持つ学院である。ふん、今となっては妙論派の宣言はあまりにも傲慢すぎる。わしがスメールで謎解きしていた時、奴らはまだ積み木で遊んでおったかもしれんというのに。シーロン派の連中はいつも知名度が低い、人気がないといった理由でわしの研究費の申請を却下する。その基準じゃと、現在最も人数の少ない学派であるチロン派は、いっそハルバタット学院を閉鎖した方が良いじゃろうな。わしは大小様々な遺跡に足を運んだことがある。限られた古代の図版や文字を解読すると、遺跡ドレイクは実に素晴らしい機械だとわかるんじゃ。うむ、機械という二文字でくくるべきではないかもしれぬな。古代より残る生命と言っても過言ではない。シロン派の研究が妙論派で応用できるように、そもそも知識に仕切りなど存在しないものじゃ。すべての学者はクラクサナリデビ様に感謝しておる。教令院を、いや、この知恵の学術都市であるスメールを、私欲の束縛から解放し、知識を求める人々に知恵の海を探求する機会を与えてくれたんじゃからな。ウリンの遺跡研究は、わしにとって一番安心できるプロジェクトじゃ。さて、そのためにもティナリを呼ばんとな。歩くウリンサバイバルガイドを身近に置いておくと面白いからの。わしはティナリより年を重ねておるが、あやつが見てきたキノコはわしが食べてきたものよりよっぽど多いんじゃぞ。クレイか、あの子は死を尊敬する上に努力家で勉強熱心、本当に完璧な生徒じゃ。ああいう子に対しては優しく励ましてやるべきなのに、ティナリのやつめ、あんな厳しくする必要があるんじゃろうか。まったく、なんとかしてあの子をわしのところに引き込まんと。うん、いやいや、先輩として今の若者の勉強環境をどうにか改善せねばと言いたかったのじゃ。セノのジョークは現代の文字と言語で構成されたものじゃというのに、その文法や文意からわしは言葉に隠された意味を推し量ることができぬ。何？言葉通りそのまんまでただのダジャレに過ぎないじゃと？本当か？なら、あのジョークはあまりにもつまらぬものじゃ。あやつはわしを見ると頭を下げてわざと回り道することが時々あるんじゃ。だが夜中に会うとちゃんと挨拶することもある。なんともよくわからぬの。まあよい、ルタワヒスト学院に入れるガキどもはそのほとんどが天才じゃ。天才には天才なりの変わった癖があるもんじゃし、多めに見てやろう。カーベは素質のある子じゃ。あやつと仕掛けの構造原理について話し合ったことがあるんじゃが、なんというか、ロマンある考えと芸術的な思想にいささか溢れておった。しかし、自分なりの考えを持っておるのはなかなかに珍しいことじゃ。あやつは苦しい生活を送っておると聞いた。故に、いつか経費が手に入ったらご馳走してやると決めておるのじゃ。待っておるんじゃぞ。覚えておるぞ。確か、礼儀正しい少女じゃったな。グランドバザールに何度か通ったら、わしのことを覚えてくれての。しかも、他の奴にわしと喧嘩しないよう忠告してくれた。あの子の言う通りじゃ。今の若者たちは、みんなニーロを見習うべきじゃろう。先輩であるこのわしの生い立ちは、そこらの文献にある資料よりも内容が長いぞ。100年も前から語らねばならぬからな。ほう？それでも聞きたいと？うむ、積極的に知識を求めるのは
学者にとって欠かせない素質じゃ。お前は合格じゃな。昔、仕掛けの謎を解くために膨大な量の文献を研究し、解読する必要があった。自慢じゃないが、お前が解いた仕掛けとは次元が全く違うぞ。不服か？いいじゃろ。お前が難しいと思うものを選んで見せてみ。解くのに30分以上かかったら、わしの負けでよいぞ。あのキングデシェレト遺跡に迷い込まなかったら、わしはスメールにもっと貢献できたじゃろ。だが幸い、過去の思考と論文は無駄にならんかった。今では妙論派がそれに便乗し、そのすべてがギミック学の基礎となっておる。じゃからわしは先輩という肩書きにふさわしいのじゃぞ。学者たるもの、失敗を素直に受け入れ、結果に対する責任を負うべきである。ゆえに他人に同情などされとうない。今も昔もじゃ。それに、わしは自力で最後の謎を解いて、あの悲惨なところから抜け出せた。わしを同情するよりも、そこから刺激を得て、啓発されるべきじゃろ。わしの研究領域の地位は、もう昔ほどではない。知論派がわしの経費申請を通してくれなかったのも、初めてではないんじゃ。妙論派からは、何度も指導教員にならないかと誘われてきた。提示された条件は、本当に魅力的なものじゃったよ。より高額な経費に、より多くの学生。じゃが、わしは断った。なぜなら、誰も見向きもしない分野であろうと、責任を持って開拓し、研究せねばならん。全人類の知恵を一歩前に推し進めることは、誰かがやらねばならぬことじゃからな。オルマス港に潜み、どこからともなく骨董品を高値で売りつける悪徳商人と傭兵がおる。じゃが、それらはすべて、古くて使えないガラクタばかりなんじゃ。ふん、わしはそれを見かけるたびに暴きに行く。骨董品の鑑定においては、俗世の七姿勢を除いて誰にも負けぬと思うぞ。100年前、わしの一番の悩みは、遺跡の碑文に書かれた情報を解読できぬことじゃったが、100年後の今、研究費が手に入らぬこと以上の悩みはない。はぁ、まったく難儀じゃのう。生地を焼くととても香ばしくてのう。機会があったら作ってやるぞ。わし世代の作り方と味をお前に見せてやろう。この古風製法はグランドバザールを歩き回っても見つけられぬぞ。なんじゃったか。確か、パティサラプリンと言ったかの。あれは一体誰が発明したんじゃ？プリンは米で作るもんじゃろ？最近の発想はどんどん奇抜になっておってわけがわからん。いや、遠慮するぞ。わしは試しに食べる気などないからな。たとえそれがお前の作ったものだとしてもじゃ。おお、多くの老舗の味よりも美味じゃ。もしや、料理界も絶えず進歩しておったのか？色、香り、味、どれをとっても申し分ないぞ。お前、もしや料理に関する本をよく読んでおるのか？うむ、これは何じゃ？怪獣な料理じゃのう。わしに解読してほしいのか？誕生日おめでとう。お前におもちゃを作ってやったぞ。ほれ、受け取るがよい。これには小さなギミック装置が詰め込まれておる。ここにボタンとスティックがあって、横にホイールもあるぞ。手の上で適当に遊ぶとよい。
もし壊れたらわしが直そう。子供扱いしてるじゃと？冗談言うでない。喜びと安息というものは大人も子供も関係ない。誰しも必要なものじゃ。ほう、なかなか容量のいい若者じゃ。素材探しをパパッとこなすとはの。おむ？何かの仕掛けが解けたんじゃろうか。力がどんどん湧いてくるぞ。ほほう、頑張っておるようじゃな。安心せい。教え導き、守ってやるのが先輩の義務じゃ。お前を窮地に立たせはせん。知恵の海に果てはなく、百年の歳月をかけて目にできたのは、ほんのわずかな波のみじゃった。より深い学問と解けていない謎は、お前と一緒に取り掛かろう。